はい、源実朝の振り遣いですね。1週間ぶりに来ました。また来ました。今日はね、カラス、ちょっと撮影しとくね。今日はもう撮影どうですね、雰囲気的にどうでしょうか。ちょっとナイトショットモードで撮って。そうですね。そうだよ。あれ本がないよ。本がない。本がなくなってる。一週間ぶりって本がない。はい、じゃあ送るかと思います。ナイトショットモードです。鎌倉幕府三代将軍です。どこが？怖い？怖い？怖くないよ。チャリさんが守ってくれるよね。怖くない。お願いします。やっぱ怖い。雰囲気ある。暗いのが怖いです、ね、違うことを考える。電気つけないじゃん。あ、そっか。なんで電気つけないの？先ほど探してたから消して。もう時間的に無理かもよ。そう、ホタルを見に来た。こっちでも虫いない。あんまいないね。これが源実朝の首塚でございますと言われてますね。
もうこっちに見たの、これは。かなり。噛み食われました。ちょっといい、車ちょっと鍵閉めておいてもらっていい？だから電気が、電気がついてる、ついてるね、ついてますね。ごめんね、レアちゃん大丈夫？チェルさん行ってあげて、心配だから。もうね、これちょっと手するから、ちょっと何分か。大丈夫？半分あったかな。ありがとう。今日は誰もいないね。そうですね。ね。あっさり。この前はいらっしゃいました？あ、結構いたよ。結構？同じ月曜日だけど、同じ時間ぐらいでしょ？うんうん。大体時間一緒だもん。ずっと好きだもん。じゃあ、本当にカタルなんて終わったカタルなんて。あの、結構ご近所さんも見たけど。うん。今日は静か、一週間後に来たけど。本もなくなってたから。これあった本がなくなってた。本をお供えしてる。うん、本を2冊あったんだけど、2冊もなくなってるよ。へー。うん。っていうことで、首塚終わりですね。これちょっと海外版で撮ってるかもしれないのでね。お疲れ様でした。源の頼朝の首塚です。バイドルドルです。お疲れ様でした。Thank you.